ちはご機嫌いかがでしょうか。大会は2日目を迎えています。韓国、前回は1点差に泣き敗れました。今日勝って勝ち点3をつかむことが次へ大きく踏み出すことになる両者の一戦です。ブラジル対韓国第2節の模様をご覧いただきます。気象情報をお伝えしておきましょう。気温は32度、湿度が 82%、 快晴のスタジアム。さて北澤さん、空は綺麗に晴れ上がりましたね。そうですね、湿度がちょっと高くなっていますけれども。高いですね。でもこのスタジアムの中だけかもしれませんよ。かなり盛り上がってますからね。少し押されている感じでしょうか。そうですね、それほど悪いようには見えませんけども、やや差が抜けている感じがしますよね。はい、ルーカス、しっかりチャンスを作る、回していく、あー、打ち上げましたよ。しかしまだシュートがありません。ちょっと乗り切れない感じですね。そろそろ行きたいっていうところでしょうね。つけて、あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。中に2枚来た、キーパーが抑えました。どうだ、チアゴシウ前線へ。韓国、今のところ0対0。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。はい、運動量も増えてきましたよね。
進める。今行きますよ。3分尾。中には味方がいない。渡ります。中に3枚か。ここで両チームのデータを参照させていただきますが、韓国エリアの使い方という意味ではそれほど広く使っていないようですね。そうですね。まあしかしその辺は監督の意思といいますかね、チームとしての戦術もありますから、それほど心配はいらないと思いますけどね。はい、ありがとうございます。後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半を終えたところで0対0、両チームスコアのないまま折り返します。さあどうする。シュート。走りを演出。はい、先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。はい、4-3-3になってますね。ですがもしかすると逆
位置や状況を踏まえながら次は確実に得点チャンスを生んでってほしいですよね。ご覧の通り結果は0-0、両チーム同点でそれぞれ勝ち点1を得ています。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。